はい、皆さんこんにちは。ペン回しパフォーマー K です。一から始めるペン回し講座、今回はボフィーボやっていきましょう。はい、バックアラウンド系の無限ループ技ですね。そこまで難易度も高くないんで、慣れると本当に無限にできる感じの技です。ぜひやってみてください。やっていく上でバックアラウンド、これは先に覚えておきましょう。まだできないよって人は別の動画見てみてください。それではまずはお手本動画ご覧ください。はい、こんな感じの技ですね。まずバックアラウンドで人差し指を回って、ここからがボフィーボになります。ここから中指と人差し指を一気に回って、人差し指を回りきってここでキャッチする。はい、こうすると元の位置に戻ってきますね。なんでここからまた同じ動きを繰り返すことによって無限ループさせられるっていう感じです。はい、それじゃあやっていきましょう。まず最初のバックアラウンド、ここまではね、別の動画を参考にして、できるようにしておいてください。で、ここからまずはそうですね、中指バックアラウンドを覚えましょう。ここからペンを振って、いいタイミングで人差し指をちょっと曲げてペンを離すことによって中指を一回転させます。こういう感じですね。ポイントはペンを挟む位置とペンを離すタイミングですね。ペンを挟む位置は真ん中より少し上の方、この辺です。まあ、外側すぎても内側すぎてもうまく回ってくれないんで、適度な位置を探しましょう。で、あとは離すタイミングですね。ペンがこっちの方に来た時、この辺で大丈夫です。結構遅めで大丈夫なんで、ここでペンを離して中指を一周させましょう。でね、これあんまりこう縦回転させない方がいいです。横回転を意識してこういう感じで、まあ最初はペン振ってね、タイミング取ってもいいんで、これできるようにしてください。で、そしたら今度は人差し指のバックアラウンドからその勢いでいけるようにしましょう。これはね、あんまりコツがないんで、何度も繰り返し練習して覚えていきましょう。で、ここまでできてたらもうあと一歩です。ここからさっきと同様、中指バックアラウンドをするような感じなんですけど、今回は中指と人差し指をまとめて一気に回るんで、2本の軸を回るっていうのを強めに意識しましょう。で、ペン持つ位置も回る距離が増えるんで、さっきより気持ちちょっと外側、この辺ですね。で、あとは2本の指を回るっていうのを考えといて、ちょっと大きめに回転をするようにさせて、あとは人差し指を立てる。そうするとここに入ってきてくれます。ちょっと広めに回転させるような感じで離して人差し指を上げるって感じですね。最初なかなかね、こう回した後人差し指をパッて上げるのが難しいと思うんですけど、ここはもう何回も繰り返し練習するしかないですね。ここから2本回って人差し指を上げる。ちょっと気持ち手前に手を上げるようにしてあげるとキャッチしやすいです。で、あとは同じとこでキャッチできてるんで、この勢いでもう1回同じ動きをする。これも基本的には何回もやってタイミングを掴んでいくほかないんですけど、感覚的には気持ち遅めにペンを離すっていう感じです。ペン離すのは遅めで大丈夫。遅めで大丈夫。ちゃんとここで保持して回ってきて回す、回ってきて回すって感じです。はい、ということでボフィーボいかがだったでしょうか。ちなみにもちろん別の指ですね、中指薬指とかでもできますし、シャフィーボに混ぜて使うなんていうこともできますね。あー惜しい。なかなかね、小指が難しいんですよこれ。よし、できたという感じでね、まあ連続でできるとすごい気持ちいい技なんで、ぜひやってみてください。それでは今回の解説はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Kプロデュースのペン回し専用ペンが登場。解説本も販売中です。詳しくは概要欄をチェック。